るか隅田自ら未来おおなんか空いている。ここは取り込んできました。ハンドオフをすると見せかけて、まあ、通面ゲームといって、はい、コートの4分の1のエリアを使ってよく決めましたね。一度ボールこぼしたんですがそれでも決めていきました。レイナルド・ガルシア連動しましたね。ただその後この速い展開が持ち味のサガバルーナーズ、ショットで悪いことですね。何でもできますがレイナルド・ガルシア回り込んでカリのシュートを打たない。そして最後はダンク。チャイルズです。素晴らしいフィニッシュでしたね。いろんなことが想定されたんですが最後はチャイルズのダンクになりました。アタックをしたというのが良かったですよね。あ、そしてこれが第1クォーター最後のシーンです。リバウンド少しでも点差詰める格好はスピードを振り払っていく。エンドワンです。来ましたこの隅田のプレーです。そうですね、はい、ボールのラインをしっかり変えて飛び込んでいきますが、このフィーラー逆サイドに振る。このフリーは決めたい。決めてきました。ボール待っています。最後は井上、実は今日はスリーポイントも決めています。ガルシアとここはスリーポイントニュービルの上から決めています。ボールを回していきます。三原のピックを使う。そして飛び込んでくる。うまく合わせる。そしてファウルを狙っている。ドラム、いい動きでしたね。はい、ここはダイブしてきました。今隅田選手が2人のスクリーンを使って、はい、本来であればベースライン側を、はい、終盤に受けて得点を離しています。5枚竹内光介中空いている。これをうまく飛び込んできた。決めています。カリノです。昨シーズンも3試合出場がありました。得点もマークしています。隅田が打ってきます。おお、これ決まりました。今日はなかなか苦しんでいたこのスリーポイント、またスリーポイントになるが井上待ち構えています。隅田がその井上に送った。今日5本目決めてきました。いや、この精度の高さは変わりません井上です。さあ残り3分です。第4クォーター、隅田、隅田からおお、これうまく合わせる。ダンクきた。素晴らしいダンクでしたね。少しもやもやしたものを全て吹き払いたいというような琉球とのゲームでは必要なかったんですが、田臥やはりその存在感。もう相からアレクサンダー学ファールをもらっています。右から左に攻めていきます。ポイントガードのレイナルド・ガルシア、ボールをキープ。そして隅田中に送って経由してスリーポイント、こちらも見せました。いい流れでしたね。はい、飯島がついています。このマッチアップです。そしてフィーラースリーポイント戻ってきて、この宇都宮で得点決めています。竹内康介、中は飛び込んでくる。またこの日置島のプレーですが、ボールこぼれました。スイッチディフェンスも一つ持ち味のこの佐賀ではありますが、守れるか。ショットクロック4秒、3秒ステップバックからここはシュートに行きますが、ここは村岸、そして渡辺、激しくいっている。アートボール奪ったということも言えますが、さあ第2クォーターはどうでしょうか。ここなんだガルシア飛び込んでいく。隅田は前半スリーポイントを決めることはできなかったんですが、この後半さあガルシアがこの力、竹内かわす。宇都宮も待っていますが、左サイド井上スリーポイントを託す。これが決まる。井上選手タッチいいですね。森とのマッチアップになっていますが、最後飛び込んで倒しながら決めてきました。フィーラー前空いているが飛ばして少し難しい角度から決めています。落ち着いてましたね。はい、ガルシアです。その1秒1秒の経験、これが自信に変わってくるか。さあ判定変わらず差がボールで中、チェイルズ、チェイルズをこう待っています。またこう同じような形、井上右サイド、また中行く。おお、チェイルズです。よく引きつけてますよね。はい、81対66。隅田が中行きます。そしてうまく押し込んでいます。チャイルズ、チャイルズの得点がここに来て増えています。ここは元同僚ですがフィーラーとのマッチアップはあったんですが、チャイルズが取りに行く。そしてこれがファウルか。